はいどうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラナインやっていきましょうということで、今日はですね、以前の、視聴者さんのね、リクエストをいただいたものをねちょっとやっていこうかなと思います。はい、でね、そのリクエストっていうのが、その好きなそのカップリングランキングみたいなのをやってほしいみたいなのをいただいたんですけども、多分その僕のその解釈が間違ってたら申し訳ないんですけども、まあ八内で言うんであれば、まあ現実で言うとね、PL のなんか清原、桑田選手のあの KK コンビみたいな、まあ八内で言うと、その多分そのトモッチと翼ちゃんみたいな、ああいう親友コンビみたいな、そういう感じのことなのかなとは思うんですけど、そういうのでねちょっと考えてみましたんで、はい、あのいつも一緒にいる2人みたいな感じの、やつで考えてみたんですけども、そのコンビでなんかそういうコンビで好きなキャラをベスト3とでもね発表したいと思います。まあいつもベスト5とかなんですけど、いろいろ考えたところ、その3位より下のそのいつそういうコンビみたいな、何々コンビみたいな感じのって、あと全部横一線だったんですよね。まあ普通ぐらいって感じ。まあ上位3組が特に好きかなっていうような感じ。でまあね、ちょっといつもはベスト5ですけど、あと横一線、3位より下は横一線だもんで、まあ今回に関してはベスト3という、3組好きなね、もうそのコンビベスト3をね発表したいと思います。それではね、早速ね、いきましょう。解釈間違ってたら本当申し訳ないです。はい、でね、はい、ベスト3ということで、第3位の方をね、発表していきたいと思います。はい、僕が思うね、好きなね、コンビ、ベスト3の3位は、はい、まあね、コンビなんで、まあ誰々っていうのはないですけども、どれだっけかな、見つからない。はい、翼ちゃんと、ともっちのね、この親友コンビですね。はい、ちょっと冒頭でね、例に出しちゃいましたけど、まあこの、まあ、2人がね、やっぱ僕は好きですね、このコンビが見てて。でね、僕ね、その八内はそのアニメから見て入った勢なんですよね。まあアニメ勢の感じの、うちの一人なんですけども、そのアニメの中で、そのともっちとその翼ちゃんが喧嘩して、なんか仲が悪くなっちゃうみたいな感じのがあって、で最後にね、まあ仲直りじゃないですけど、なんかこうなんか涙流しながらなんかちょっと抱き合うみたいな感じのがあるじゃないですか。あれ見ててね、なんか普通に胸熱だなっていう風に思って、でなんかそれまでは別にともっち翼ちゃん別に仲いい普通のなんか感じだ、普通だなっていう風に思ったんですけども、その回を見てから、なんかこの二人のこのなんか固い絆で結ばれてる感がなんか良くて、しっかりと表現されてて、で僕それ好きだなっていう風に思ったんで、このね、親友のこのともっち翼ちゃんのこのコンビが第3位にね、させていただきました。でね、今後もね、こういう感じであと2位1位発表していくんですけども、たまたまねこういう2人が映ってるねシーンがあったもんで、まあちょっと映してるんですけども、それ以外あとないんですよねまあないんですよね。それだもんで、まあちょっとね、まあどっちかのね、人のシーンカードをね、出して映していきますんで、はい。でそれでね、第3位ね、はい、選ばさせていただきました。続いて、第2位の、発表になります。はい、僕が選ぶ、好きなねコンビ、第2位に選ばれたのは、はい、まあ外野手と内野手です。はい、ポジション的には、はい、で選ばれたのが、こちらのつくもパイセンと内野手の葵ちゃんの、コンビでございます。あったねこれはい、あったね、つくもパイセンと、葵ちゃんのコンビですね。はい、僕ね、まあ好きですね。はい、まあ上級生3年生ためっていうことでね。でまあね、その葵ちゃんがそのつくもパイセンに対してなんかめっちゃいじるんすよね
いやそのね感じが本当に面白いんですけども、基本的にで特にねその面白いなっていう風に思ったあのストーリーがありまして、そのバレンタインの時にそのつくもパイセンがめちゃくちゃねそのチョコ同性の女の子からめっちゃもらうみたいな、うん、で下駄箱の中もチョコで溢れちゃってるよみたいなストーリーあるじゃないですか。あれがねその結構面白かったんですよね。でそれでその中にその下駄箱の中にいっぱいになってるそのチョコにしれっとね葵ちゃんが宛名も書かずにその紛れ込ませるっていうっていうのがあって、でそのいつねその気づいてくれるのかみたいな感じでそのお返しをなんか期待してたんですけど、つくもパイセンがそれ気づかないふりをしていて、ずっとねその最後まで引っ張っておいて、で最後にね葵ちゃんにねこれ余ったからあげるよみたいな感じで渡されたんですよね。お返しかなんかだったかな確か、うん、で渡すんですけど、それで実は気づいてたよみたいな感じの手紙が添えてあったんですよね、うん、それで葵ちゃんがそれもうやられたという感じでめっちゃ悔しがってるのが本当面白い。いつもそのつくもパイセン的にいつもそのいじられてる側じゃねえぞみたいなのがねあって面白いですね。はい、もうねやられたらやり返す倍返しだじゃないけどはい、いつもいじってるその葵ちゃんに対してねつくもパイセンが仕掛けるというような感じでね、それ結構好きなストーリーなんで面白いですね。はい、うん、はい、もうね今後もねそういうなんかいじりがあれば笑ってみたいなと思います。はい、で第2位のねこちらのつくもパイセンと葵ちゃんでした。はい、でね続いてねいよいよまあちょっとね早いですね、いつもより2つ少ないもんで、はい、第1位に、なります。はい、で第1位に選ばれたのは投手と、キャッチャーの、バッテリーです。はい、でそこで選ばれたのがこちらのそら、ちゃんと千代ちゃんのこのバッテリーですね。はい、これでいいでしょう、こっちにしときましょう、こっち2人映ってるんで。はい、でそらちゃんと千代ちゃんバッテリーのこのコンビですね。入学する前からのねずっと小さい時からなのかなのまあ幼馴染っていうか、まあこの2人ねずっと野球をやってきてでバッテリー組んでてみたいな感じの2人なんですけども、やっぱりね僕この2人はねちょっと漫才師の勝手に捉えてるんですよ面白いんですよね。なんかね千代ちゃんがボケでツッコミがそらちゃんみたいなもうねそういう認識でしかないですよ僕はだから千代ちゃんがそのなんかこう悪気はないんだけどその辛辣なことをねなんか言って、でそのそらちゃんがもうねお決まりになってる言い方のこのツッコミがねその一連の流れがめちゃくちゃ僕好きなんですよ。もうねなんか展開がこのあと絶対千代ちゃん突っ込むだろうみたいな展開が分かっていてもちょっと僕的には笑ってしまうようなね流れなんですよ。はい、でねこの2人がね一緒にねその出るとなんかね必ずっていうかその高確率でねそういう一連がね見られるんですよ。そういう一連が発動するんですねいやそれだもんでね面白いですね見てて。はい、先ほどのねつくもパイセン葵ちゃんも面白いんですけど、あっちはねそのツッコミがいないんですよね。ツッコミって言ってもまあつくもパイセンあたりがまあツッコミはするんですけど、なんかねちょっと静かな感じだもんで、うん、ちょっと控えめというかそんな感じなんですけど、こっちはもう本当お笑い芸人に一番近いコンビなんですよね先ほどのつくもパイセンと葵ちゃんと比べてはツッコミがねやっぱ面白いなと、ちゃんとね声をね大きく大にして突っ込んでいく様がね面白いですね。そらちゃんのそこの違いですかね、うん、どっちも面白いんですけど、はい、まあこっちの方がツッコミの方にがね多少なりともキレはあんのかなっていう風に思わせるようなやり取りで、僕は本当好きですねこの2人のコンビはまあねその
確か何の大会だっけかな、確か険悪なムードになっちゃうんですよねこの2人ね。はい、たゆたゆ、そらちゃんはなんかこう抑えられなくて、でたゆたゆに交代して、で抑えられた時になんかこうそらちゃんがねちょっとなんか思うことがねいろいろあってね、でなんやかんやあって千代ちゃんとちょっと喧嘩じみたことに展開になっちゃうんですよね。でその後はね、それ以降ねちょっとそのシーン見ててなんかちょっとねちょっと正直嫌だったんですけど、やっぱ喧嘩この二人はねそう仲いいっていうか、そういうまあいろんな意味でね仲いいっていうのもありますんで、やっぱねちょっと僕的にはそのちょっとね見てて辛いものがあったんですけど、それでもねなんとかまあよりを戻したじゃないですけど、なんかいつも通りの感じにねそれ以降なったんで、まあね本当嬉しかったです。はい、ちゃんとよりを戻してくれて、戻したかどうかよくわかんないですけど、うん、ちょっと未だになんか微妙な感じの部分はちょっとあったりもするんですけど、まあ仲良くなってちゃんと関係が良くなって、まあ見てるこっちとしてもね良かったと思います。はい、ということでね、ちょっといつもよりもねベスト5じゃないんで、ちょっとベスト3なんでちょっと少なくなっちゃいましたけど、一応こういう感じで、はい、選ばさせていただきました。はい、千代ちゃんとそらちゃんのね今後の面白いねやり取りもねちょっと今後も期待しつつね、そういうのが出たら笑っていきたいと思います。はい、でね今後ね今ねそう話変わりますけど、10連チケット、これあこっちの方が早いな。はい、これね今8枚溜まってて、8月10日にね10枚、溜まりますんで、でそれでね、一気にね、引いていこうと思います。はい、でまあ連休ガチャチケットとかもあるんで、この辺じゃないな、連休ガチャはねちょっとわかんないです。あれね以前のその連休ガチャはね別にいいかなみたいな、動画にすることでもねえかなって思って、まあまあ動画界で引いたんですけども、まあもしね同じようなタイミングになれば、連休ガチャチケットっていつから引けるんだろうな、10日から引けるのかな、まあ10日から引ければこれと一緒に引けるん、まあついでなんで引いていきたいと思うんですけど、まあちょっと連休ガチャ動画にはしません。もし見たいっていう方がいればね、まあ出しますけども、はい、という感じでね、月曜日ね、こっち、無料100連の方をね、引いていきたいと思いますんで、まあ、良ければね、そちらの、視聴もね、していただけたら嬉しいです。はい、ということで、今日はですね、好きなね、コンビ、ベスト3をね、発表してみた、でした。バイバイ。